様です。速稼塾の暗号通貨ニュースでございます。ビットコインが1000万円を切ってね、随分と腰の落ち着かない日々が過ぎているわけですけども、そんな中でも GX チェーンは相変わらず例の稼ぎ方でうまくいってる、そんな通貨の一つじゃないかなと思います。今日はね、売却日になりますね。で、今ご覧いただいているのが GX チェーンのチャートなんですけども、いつも通り2プライスですよね。100円以下で買って、300円以上になったら売る。これを呼吸のように繰り返すことによって、順調に利益が上げていけるということで、もうすでにこれが3ヶ月目になってるわけですけども、どうでしょうかね。100円以下で買って、今日がまさに300円以上になりましたから、売る日になってますよね。これほどわかりやすい通貨はないと思います。で、GX チェーンの購入先なんですけども、まあいろいろあるんですけども、インドダックスで売買することができるみたいですね。まあインドダックスっていうのは、私もね、インドネシアの本社に行って、そこでいろいろとお話聞かせてもらったりとか交渉して、通貨流通の上限を取っ払ったりとかしてもらったわけなんですけども、かなりね、扱える通貨も多くて、使い勝手のいいとこですよ。しかもこれね、入金している金額に自動的に課税されますんで、日本からもとっても扱いやすくってね、二重課税を受けないというか、受けにくいというところだと思います。結構いいところだと思いますよ。はい、それで、GX チェーンの話題はこのぐらいにしておいてですね、全体的な暗号通貨市場を見ていきますけども、時価総額が400兆円を切ってですね、かなり久しいわけなんですよ。だから今、どっちかというと仕込みの時期なんですよね、全般的にね。で、扱ってるコインも1万4000からそんなに増えてないかなと。で、取引業者の数も1073と、わずかずつ増えてるんですけども、そんなに圧倒的には増えてないかなっていうことと、ドミネーションは相変わらずビットコインが過半数を持ってるかなってところです。つまりビットコインが値下がりをすることに対して、この時価総額っていうのは変わりやすいですから、どちらかというと、アルトコインの個別銘柄っていうのはね、チャンスがこういう時に浮き彫りになるわけですよ。イーサリアムもちょっとあれですよね、50万切ると心もとないような感じになってきましたね。そもそもイーサリアムって20万円前後でずっと長い間で推移してきたんで、今の価格でも結構な高値だと言えるんですけどもね。はい、それから XRP が80円前後、我らがカルダノがなんと70円を切ってしまいました。これ早く復活してもらいたいなと思う中で、柴犬ってのは割と安定してるわけですよ、ね、0.004円を超えていただく方がいいんですけども、でもね、柴犬、多くの方が私の放送の中で0.0014円で買ってるわけでしょ。だから今、当時の価格と比べて、まあ、3倍とまでいきませんけども、十分な含み益を取っていると。しかも、多くの方は私が指定した利確ポイントで元金をキャッシュアウトしていると思いますから、完全な余剰資金で今ね、資産を構築しているところだと思いますよ。はい、まあ、ご覧いただくのはこのくらいでいいかなと思いますね。はい、引き続き追っかけていきましょう。それでは。